はい、こんにちは、白塚です。今回の1日1冊紹介は、本田健さんのユダヤ人大富豪の教え3を、ご紹介したいと思います。まあ、ユダヤ人大富豪の教えはこの3部作になっていて、1が一番売れたんですね。大ベストセラーになった本です。で、1冊目はですね、まあ、どちらかといったら自分自身の人生、例えば使命とかミッションとかですね、まあ、その辺とか、あとは商売とかビジネス、こういったことが中心に、書かれていたんですね。で、2はですね、1よりもぐっと絞って、お金、ズバリテーマはお金だったわけです。で、お金の IQ、 お金の EQ っていうのを高めるために、そのまあスイスの銀行家が教えてくれるという話だったわけですね。で、今回ご紹介する3はですね、人間関係にフォーカスが当たった本になります。でですね、まあ、あの4つの人間をですね、大きく4つに分類した、あのそれぞれの人の特徴っていうのが出てくるんですけど、実はこのユダヤ人大富豪の教え3、この文庫になる前のそのハードカバーの普通の本を読んだ時はですね、正直そんなに大した知識じゃないなっていうふうにまあ思ったんですね。ですけど、言葉は違うんですが、いわゆる大成功者たちっていうのは何らかこの4つの分類っていうのをやっぱりみんな知ってるんですよね。で、表現が違う、言葉が違うので、私も正直ピンとこなかったんですけど、最初このユダヤ人大富豪の教え3を、文庫じゃなくてハードカバーで読んでた時っていうのは、そんなこう一冊をかけて説明することほどのことかなっていうふうな気がしてたんですけど、どんな成功者もですね、大体その自分なりの表現、自分なりの言葉で人間っていうのを大きく4つに分けて、見てて、その 4タイプの人に合わせた人間関係の築き方というかコミュニケーションを取ってるんですね。で、それに気づいてですね、もう一回あの文庫を買い直して、再び読んだ時、ああなるほどというふうに思ったわけです。だからどんな人も、まあ、結局70億人いたら70億通り違うとか、1億2000万人いたら1億2000万通り違うって考えればもうそれだけなんですけど、でもそれだともう逆にノウハウとか知識としては何も使えないわけですね。で、どれだけシンプルにできるかって言ったら、まあ、究極は男性と女性って言って、まあ、2択になるわけですけど、それだとちょっと単純すぎる。もうちょっとだけ複雑にした時に4タイプですねに、人が分かれてた時に、じゃあこのタイプの人が相手だって分かったら、まず相手を理解するってことが大事だと思うんですね。相手がどのタイプか、4つのタイプのうちのどのタイプかっていう、まあ、この本田健さんはですね、自立と依存っていうのから4つのタイプを作ってるんですけれども、まあ、表現作ってるというか表現してるんですけれども、そのこの人はこのタイプだからこういうっていうのを理解してあげた時に、じゃあこういうふうにコミュニケーションを取ってあげればうまくいくんじゃないかな、あこの人はこのタイプだからこういうふうにコミュニケーションを取ってあげたらうまくいくんじゃないかなっていうのが分かる、と思います。まあ、繰り返しになるんですけど、まあ、日本人が1億2000万人いるから、その1億2000万通り人がいるって言えばもうそれまでなんですけれども、それだと逆にもうあまりにも複雑すぎて、逆に知識もノウハウもあったもんじゃないと思うんですね。逆に男性女性って言って2択でもちょっとやっぱり男性的な女性もいれば女性的な男性もいるので、なかなかちょっとシンプルにしすぎているとっていうことで、まあ、4タイプだと、まあ、しっかり覚えることができるし、なおかつ自分自身がこれから、作っていく人間関係コミュニケーションにおいて非常に、まあ、役に立つ知識もしくはノウハウになるっていうふうに今実感していて、まあ、実際私はコーチングをするときは実はこの4タイプですね、っていうのは必ず意識した上で、相手とコミュニケーションを取るようにしています。ですから、まあ、特にですね、2はお金だったんですけど、3は人間関係に焦点が当たっているので、もし人間関係の方に興味関心があるということであれば、この3は、とてもおすすめの一冊だというふうに言えます。はい、今回は、ユダヤ人大富豪の教え3ということで本田健さんの本をご紹介させていただきました。今回も、ご視聴くださりありがとうございます。あなたのコーチ白坂慎太郎でした。